始まりましたレベル7放送局、今月も始まりました。この番組は毎月アイドル情報機関レベル7のメンバーが月替わりパーソナリティでお送りする番組です。本日はマリマーリこと佐々木マリがお送りします。イエーイ。はい、これから30分の間よろしくお願いします。ということで、私たちアイドル情報機関レベル7とは、女スパイをコンセプトにしたライブ以外の芸能活動などに潜入捜査をしていく6人組のアイドルユニットです。今流れている曲はですね、アイドル情報機関レベル7でノンストップガールズという曲をお送りいただいております。はい、この番組ではメールやコメントなどを募集しています。メールアットマークワロップドット CO.jp までお送りください。今月のメールテーマはあなただけの秋です。私にとって秋といえば、まあ食欲の秋とかスポーツの秋とか芸術の秋とか、またまたアイドルの秋とか、まあね、アイドルは一年中ですけれども、まあそんな感じでいろんなのに触れて今日は行っていきたいなと思いますので、30分間よろしくお願いします。はい、ということでね、始まりましたが、今日は一人でのあのラジオ生放送ということで、初めての一人でちょっと緊張してるんですけど、若干あの声もガラガラなんですけれど、まあ私ならではの美声で今日もいつもと変わらないよみたいなガヤはね、いらないのではい、今日もね楽しくお送りしていきたいなと思います。あのソーシャルでのね、あ、声がまたガラッと、ソーシャルでのねコメントも待ってますので、皆さんぜひぜひあの気軽に送ってください。あ、早速来てますね。声がガラガラなのはいつものとか、美声わらとか言われてますけど、いつもの流れですからね、これはまあね、私ならではの美声なので、はい、今日もそんなあの美声をね轟かせながら、あの頑張って放送したいと思います。それでは今から一旦 CM を挟みます。これから30分間お付き合いよろしくお願いします。バイバーイ。お送りしておりますレベル7放送局ということでね、早速始まったんですけれども、まあ一人の放送ですよ緊張しますねはい、なんかね初っ端から結構いじられましたけどね、あ、今度のど飴でも差し入れしましょうかねって言ってくださってありがとうございます。のど飴は必需品なんでぜひ待ってますはい、ということで早速本日募集しているメールを届いてますので読みたいと思います。今月のメールテーマはあなただけの秋です。ということで何通か来てるので読んでいきたいと思います。まずは1通目、ペンネームサヌーンさんから、マリマリさんへ、秋といえばサンマ、昨日久しぶりにサンマを食べました。やっぱ旬の魚美味しいですよね。マリマリさんは魚好きですか？好きです好きですよ。私やっぱ食欲の秋的なテーマですね、これは。私ご飯食べるのが生きがいなので魚も好きですね。やっぱまあお肉が一番好きなんですけど、まあ、魚は。でもサンマはまだ食べてないですね、この秋になってから。私がね一番好きな魚はマグロです刺身ですけどなんか焼き魚はあんま食べないんですけど、自分でとかできないじゃないですか。そうだからね、あんま食べる機会ないんですけど、でも和食の定食屋さんとかに行くとアジとかサバとか の焼き魚を食べたりするかも。あとホッケとか、まあでも秋関係ないのかな、それは。ちょっとね、あんま魚の知識が豊富じゃないのであれなんですけど、まあでもサンマって秋っていう感じがね入ってるので、ちょっと秋の魚なんでしょうねだから
これを機会にねちょっと食べたいなと思います。今日はサンマを食べましたっていう人もいる。おお、タイムリーですね。じゃあ私も明日か明後日かし明後日ぐらいに食べたいと思いますはい、ありがとうございます。続きましてですね、ペンネーム攻める守さん、あ、いつもありがとうございます。マリマリさんこんばんは。こんばんは。頑張ってるレベル7が大好きな32歳です。多分嘘ですよねこれはさて、あなただけの秋ということで、私の場合はやはり食欲でしょうか。美味しいもの多いですよね。マリさんはどんな食べ物がお好きですか。ただし太りすぎ注意ですね。でもレベル7のファンになって8ヶ月の私、メンバーに恋焦がれて、なんと12キロ痩せましたよ。せいぜいリバウンドに気をつけます。まとはいえ秋だけ、私だけの秋は存在しません。なぜならマリさん、私の秋はレベル7に捧げますから。なつって甘いすごいですね。魅力ですが応援しますよ。ではまた体調に気をつけて楽しいライブ期待してます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。すごいね、大好きにいていてくれてるんでしょうね。なんかレベル7のことをありがとうございます。やっぱ食欲ですね。さっきもそうだけどね、美味しいもの多いですもんね。やっぱ魚じゃなくて私は肉ばっかり食べてしまうんですよ。なんで太りすぎ注意って言われてもしょうがないと思うんですけど、でも肉が好きなんで、きっと今年の秋もお肉をいっぱい食べてしまうと思うんですけど、まあ今年の秋も私はプニプニな感じのマリマーニプニプニマリプニプーニさんでこれからも今年も行きますので皆さんぜひぜひそんなプニプーニさんも好きでいてね。はい、ということでありがとうございます。次、いい感じで進んでますか。はい、ということで次行きたいと思います。ペンネームじゃない、ラジオネームで来てますね。せいちゃんさん、せいちゃんありがとう。こんばんは。メールテーマの秋ですが、数年前写真を撮ろうと埼玉の友人のところへ行きました。その友人が案内してくれたのはススキが綺麗な川辺でした。ススキの写真を撮った後、案内してくれたのは川の土手でした。そこは音もなく、川の流れがとても緩やかで、時間が止まっていると錯覚するほどでした。しばしそこで友人と言葉も交わさず、ゆっくりと景色を眺めていました。なんてことないですが、秋の思い出です。ということでありがとうございます。いや、いいですね。なんかさっきまでは食欲の秋って感じでしたけど、これはいわゆる芸術の秋的な感じですかね。綺麗な景色とかをね見るみたいな。これは埼玉のとこに行ったって書いてるんですけど、私埼玉県出身なんですけど、あれですね、あんまりそういう綺麗な川辺とかにあんまり行く機会がなかったので、もしかしたらね、こうふらふら歩いて見過ごしてたのかもしれないので、そういうところに私も行ってみてね、なんか秋の匂いとかを感じられたらいいなと思いますね。教えてくれてありがとうございます。はい、私もちょっとね、そんな芸術的な感じの秋の思い出も作れたらいいなと思います。ありがとうございます。イエーイ。はい、ということでね、いろんな秋をメールしていただいたんですけど、最近はね、寒くもなってきまして、やっぱ秋を感じますね、寒くなると。皆さんはどうですか。なんか私は夏と冬ばっかりのその二大勢力にこう負けてっていうか、あんま秋服とか買わなくて、ギリギリまで夏服で頑張って我慢してからの冬服って感じの人生を送ってたので、すごいなんか、まあそれでね風邪ひくわけじゃないけど、でもなんかそういうタイプだったので。でもさすがに今日も寒いじゃないですか。だから今日もね、今日はねさすがにカーディガンを持ってきたりとかして、ちょっと寒さ対策をし始めました。なんでだから今年は秋服を買おうかなと思います。でもあんまおすすめがわかんないので、もしおすすめマリちゃんに似合う服シリーズありましたらぜひ待ってますはい、って感じでね。ということでここら辺でですね、あれですすいません。はい、ということでここからそれでは下手くそな振りでごめんなさいこの度4月30日にレベル7が全国流通させていただいたファッションという CD の中から聴いていただきたいと思います。追跡初恋フレーバー、どうぞ。私だけの思考
後半も引き続きお送りしておりますレベル7放送局、今月はマリマリがお送りしています。はい、ということでね、食欲の秋などね、あの芸術の秋とか秋を振り返ってみたんですけれども、まあここからはじゃあ最近やったこととかですかね、話したいかなと思います。近況ですとあれですかね、台湾遠征に行ったことですかね。ね、台湾に私たちレベル7初海岸遠征に行ってきました。ありがとうございます。9月のね、3、4で秋の初めに行ってきたんですけども、言葉も全く分からず、土地勘も全く分からず、右も左も分からないままの、台湾だったんですけど、でもまあ一緒についてきてくださったボスの方と、また現地で盛り上げてくださった方のおかげでね、無事ライブミッションもろもろをね、見事ちゃんと終えることができました。ありがとうございました。なんかまたね、こう台湾だけじゃなくても今後他のね海外とかにも行けるようにこれから頑張っていきたいなって思うんですけど、なんか裏話とかができればいいなって思って、今日なんかあったかなって思って考えたんですけど、なんか台湾に行くときに空港でレベル7の中で流行ってた遊びがあって、それがなんか何、翻訳アプリを使って遊ぶ遊びが私たちの中で結構流行ってて、わかんないじゃないですか、台湾語がわかんないから日本語で言って台湾語に変換するっていうアプリがあるんですね。でそのアプリをやってたんだけど、全然わかんなくて、だから逆に私たち使える言葉がニーハオとハオツーしかわかんなかったの。だからハオツー、ハオツーだっけ、ハオツーを逆にこう台湾語で自分たちがアプリにハオツーって言ったら日本語でなんて聞こえてるかっていうのを自分たちでやるっていうのがすごい流行ってて、そうでね、一生懸命ハオツーって言ってんだけど、全く美味しい、ハオツーって美味しいっていう意味なんですけどね、もともとは。そう、美味しいって全然翻訳されなくて、一番笑ったのがハオツーって言ったら愚かなって出てきて、そう、なんかいっぱいどこでもかしこでもハオツー、ハオツーって言ったんですけど、多分向こうの方には愚かなって言ってるように聞こえてたんだって思うとね、ちょっとね、めっちゃ面白かったっていう話なんで、結構ね、地味に本当に面白いんで、皆さんもぜひやってみてください。ぜひうまくねハオツーが言えた方、ぜひ私に報告しに来て愚かなが出てきた人もぜひ報告しに来てください。そう、そんなね感じで楽しい台湾遠征が終わりました。はい、ありがとうございました。はい、そしてここからちょっと告知になっちゃうんですけど、10月13日はですね、よく台湾ライブとかでもいつも一緒になるリスドルさんとスタヤオーネストさんにてツーマンライブが行われることが決定してます。イエーイ、ありがとうございます。はい、ツーマンライブあんまりレベルセブンやることないって言ってたんですけどね、この間ハニースパイスさんとやったばっかりなんですけどね、もうすでにリスドルさんとのツーマンライブが決定して、リスドルさんは結構台湾一緒になることが多いんですけど、あんまり話す機会とかもそんなになかったんですけど、この前とかファッションショーとかが一緒になることがあって、ちょっと話す機会も多くなって、私の中ではちょっと前よりは仲良くなったかなって思ってる時だったので、ちょっとツーマンライブがすごい楽しみなんですけどね。ツーマン続きですねとか言って、今里さんは次やるならどことツーマンやりたいでしょうかとか言ってくれてる、ありがとう。でも今ちょっとディスドルさんとやるって言ってるのでちょっとそちらに集中させてください。はい、まあでもディスドルさんはすごいザ・ロックっていうイメージなのでね、そう、ディスドルさんのファンの方がどれぐらいレベル7をね受け入れてくれるかわかんないですけどね、楽しんでもらえるようにね頑張っていきたいなと思います。そしてボスの皆さんもね一緒にね全部全体的に盛り上げていきたいなと思いますね。ということで10月13日皆さんぜひぜひ時間を空けて皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということでここからはまたちょっと小ネタ入るんですけど、小ネタじゃない小ネタではないはい、お話ししたいと思います。ここから私マリマリの趣味であるアイドルのことについて語っていきたいと思いますっていうことなんですけど、まあアイドルについてはワロップさんで結構語ることがね多くてありがたいんですけど、
まあ改めてっていうことなんですけど、まあ私はいろんなアイドルが好きなので、まあ DD ってずっと言ってたんですけど、私この間いい言葉見つけて DD じゃなくて MD だなって思ったんですよ。そう、あるボスの方が言ってたの、 MD だから俺はみたいな。で MD っていうのはあの誰でも大好きなわけじゃなくて、好きな子、好きなその中で何好きを見つけたら、その好きの人たちはみんな大好きっていう意味だから MD なんだって。超いい言葉じゃない？だから MD なんですよ私は。はい、みんなも MD の人多いんじゃないですか？ね、はい、ということでそんな MD な私がまあ言うのはなんかあんま上げきれないんですけど、まあずっと言ってたのはやっぱりキュートさんの鈴木愛理ちゃんですかね。もうね、あのキュートさんといえばね、あの解散とかいうのもね、いろいろあの話題になってすごい悲しんでる方もたくさんいると思うんですけど、まあその中の一人なんですけど、そんなキュートさんの鈴木愛理ちゃん、いつから好きですか、好きな理由はって言われてるんですけど、なんかね理由とか特になくて、まあ、気づいたらもう好きが始まってるみたいなね、分かる人いっぱいいるんじゃない、実際気づいたら好きが始まってて。そう、でもなんかもうね、小学校の時にあの私もともとモーニング娘さんが好きで、あのその時に私が小学校4年生の時にハロプロキッズオーディションっていうオーディションがあって、それあの結構私の小学校の友達とかもみんな受けてたんですよ。でまあ私はそういうの受けてなかったんですけど、それであのテレビでもずっと放送されてて、その中でずっとオーディション見てて、で私よりも2個下でその時小学校2年生だった鈴木愛理ちゃんがものすごい歌うまくて、その時点で その時にはすごいなって思ったのがきっかけでずっと知ってて、で本格的にハマったのは中学高校ぐらいで、であのキュートさんがまだメジャーデビューとかする前からしてちょっとぐらいの時期が一番ハマったんですけど、実はそうだからなんか学校とかであの YouTube で家で完コピして、なんていうの、学校で披露するみたいな日常を日々送ってた、そんな中2病ではないけどあのそんな学生だったんですけど、まあそんな感じで夢中にさせてくれたのが鈴木愛理ちゃんだったかなって思います。はい、そんな感じですね。みんなのね一番最初のね、最初にアイドルを好きになったきっかけのアイドルの方って結構いるんですかね。みんなねぜひ教えてくれたら嬉しいなと思います。あとこちらに今注目のアイドルっていうのが結構あの教えてくださいってことなんですけど、あの私自分が地下アイドルやってるので、まあ、地下アイドル界隈ばっかりなんですけど、まあ、結構みんなね可愛いと思ったらすぐ見るんですけど、私が今ってなると、あの最近ハニースパイさんとツーマンライブやったじゃないですか。その中の、まあ、ハニースパさんはもともとずっと好きで YouTube でずっと見て、曲も知らない曲はないよってぐらいずっと好きで見てたんですけど、その中のサオチュちゃんって子があのいるんですけど、その子のはもともと YouTube とかで見てるだけで歌声が素敵すぎてすごい大好きだったんですけど、この前やっとねこう話すことができて、そうあの喋るようになって、また改めてで楽屋とかで一緒になった時にやっぱその練習とかしてるんですよ、歌の。それがまたねいい声で、もうなんか私だけにライブをしてくれてるかのようにはい、すごいいい声で、やっぱ私はね特徴のある声の人が好きなんですよ。そうなんかこうその人って絶対聞いたらわかるみたいな声の人が好きなんですけど、だからそんなさおちちゃんが私的には今一番注目のアイドルですかね。はい皆さんの注目アイドルもぜひぜひ教えていただけたらいいなと思います。約束やね、ありがとうございます。俺は LD だ、レベル7大好きだ、だってうまいですね、ありがとうございます。じゃあ皆さんは LD のみよろしくお願いしますはい、ということでね、また CM に行きたいと思います。みんなのも教えてね、じゃあねWall Up Station。
い、今日の放送はいかがでしたでしょうか。もうねラストになりました。いや初めての一人ということですごく緊張しちゃいまして、結構真面目な感じになっちゃったと思うんですけど、皆さん楽しんでいただけましたかね。なんかあんま私らしさ出てなかったかもしれない、ごめんね30分あっという間だって。本当ですよね。ねなんか超固くなかった、楽しかった人シーンつってまあね初めてのソロラジオってことで、いつもやってるツイキャスラジオとは違うなっていうことを改めて実感しました。これからもね勉強させていただきたいと思います。はい、ということでね、はい、ではお知らせに行きたいと思います。次のライブは、9月15日木曜日、ジルコ東京さんにてライブミッションあります。そして19日22日はですね遠征が入ってますね。19日は茨城県に初めて行かせていただきます。で22日は最近は毎月のように行かせていただいている名古屋遠征もありますので、皆さんぜひぜひ一緒に遠征していただけたら嬉しいなと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そして毎月恒例ここワロップ放送局にて東京トリコ、今月はレベル7は9月27日火曜日に出演いたします。今月も司会は石橋さんですので、内容は詳細はまだお楽しみにということで、ご観覧もできますのでぜひぜひお越しくれたら嬉しいなと思います。お楽しみによろしくお願いします。はい、ということで、あー終わってしまったいやー早いですね。皆さんありがとうございました。聞いてくれた方もねいっぱいいて、ラジオはフリートークじゃないからね、本当ですね終わるのは早いねって、本当ですね、そうなんですよ。聞き逃したって今来てくださった方も、あと30秒しかないけどありがとうございますはい、またねぜひソロでやる機会がありましたら、皆さんぜひぜひまた聞いてくれたら嬉しいなと思います。その時は声もきっと復活してまた美声を、まあいつもの美声になりますけどはい、聞かせてたらいいなと思います。皆さんね、秋で寒くなってきましたが、風邪に気をつけて、私が言うのもあれですけど気をつけてくださいね。それでは今日の放送ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。以上アイドル超一貫レベル7のまりまりでした。バイバーイ。